げてください、当ててください。Thank you.
セレンゾファンの皆さん、お久しぶりです。私がスターダムの安野沙織です。22日まで待っとけっつっただろ。何しに来てんだよおい。会いたすぎだろ岩田に。あ先日さ、スターダムのリング来てくれたやん。だから今日は私が来た。でさ、私さ、いろいろ考えてん。岩田を次の挑戦者に選んだこと、心から良かったと思うわ。何度だって言わせて。6月22日決着つけようや。このワンダーのベルトかけてさ、ワンダーのベルト何だっていいよ。あの沙織が持つベルトだから岩田が挑戦したんだろう。こっちはもう準備万端なんだよ。おいそのベルトしっかり磨いとけよ。私がスターダムのリングでお前からその白いベルトかっぱらってやるから。11日記者会見あんねん。誕生日の次やから暇やろ。待ってるわ。おい人の予定勝手に決めんなおい。でもあのさりの言うことなら飲んでやってもいいよ。誕生日の次の日でも記者会見行ってやるよ。本日ご来場たくさんありがとうございます。岩田美香、戦場のチャンピオンとしてスターダムに乗り込んで、あの沙織が持つあの白いベルト、岩田美香が真っ黒に染め上げたいと思います。22日楽しみにしておいてください。そして戦場のチャンピオン、このベルト、そしてあの沙織が持つあの白いベルト、私が取って2冠チャンピオンになって7月15日東京後楽園に帰ってくるんで、皆さんしっかり見ててくださいよ。この後も試合熱く熱く楽しんでください。ありがとうございます。それではこれより、しばらく休憩とさせていただきます。